タル80秒間でこのファーストステージをクリアしなければなりません。ジャンプハングノブチ、トランポリンを使って、おお本職だ、ちょっとバランスが取れた、どうしたんだ本職、人形の耳、さあどうだ、筑波大学、ドラッド、ジャンプハングクリアがまだ一人もいません。トランポリンといえばこの人だ、中田大輔28歳。さあ中田一気にいった、30秒プロトランポリンプレーヤー、3回目の出場。さあ反り立つ壁、過去2回いずれも第1ステージはクリアしている。トランポリン中田、最初のファーストステージクリアとなるか。残り5秒、残り4秒、残り10秒、見本を見ることできなかったんで、自分の信じたいことをやるしかないなと思ってやりました。2人目のファーストステージクリアとなるか。残り10秒を切って、さあ助け出して今フィニッシュ。湘南拓人君もこれを見ている。さあ3秒7秒持ってクリア。荒井登りきれるか。4人目の成功者前回は第3ステージで2回本当に悔しかった。どうだ、タイムアップ。さあジャンプハング、これはどうでありましょうか。ここはクリアしそうな気配が漂っている。どうだ、やはり前方で踏み切ってしまいました。力が半減します。トランポリンを有効利用できておりません。一体どうしたんだ、連鎖反応だ。悔しいな。山田さん入ってほしいです。第1台にできる自信があっても第3自信がないんやったら出ない方がいいんでね。この赤い刻印が山田を待っている。山本が、長野が、そして盟友の秋山がついえてしまった中、ゴールを目指すのは10回目の出場、延べ1000人目のサスケ挑戦者、ご存知男の一人、タイガロマン山田和美36歳であります。全てを犠牲にしてこのサスケに打ち込んできた山田、5段飛び問題なし。今回はタイムアップは許されない。慎重に攻めて失敗を恐れてタイムアップは許されない。果敢に行ってもらいたい山田、盤石だ、足すら振られません。ローリングマルタ、まるで慈しむように行く。このダースブリッジ、ちょっと右の膝がはまったが大丈夫だ。ここは慎重に行く。さあどうだ、次なるジャンプハングはどうだ。さあサスケロマンに燃えている山田、中段のあたり行った。今回は下から行く、今回は下から行く。さあ残りあと38秒であります。反り立つ壁はどうだ、反り立つ壁はどうだ。残りあと32秒、時間が怖くなってきた。
さあ、反り立つ壁、残りあと26秒、山田、さあ、一旦一発クリア、さあ、どうだ、新機軸、このターザンロープは早く行くことができるか、残り17秒、さあ、どうだ、山田、さあ、山田コール、山田コール、最後のロープ、残り8秒、これはいくか、これはいくか、これはいくか、残り3秒、これはいくか。もうタイムアップはできない。慎重に慎重に残された時間を有効に使っていきました。ありますか？はい、あります。斜めに登っていった、そして水平に移動した。余裕があります、沈着冷静であります。一気に降下していく、そしてバーの付近にやってまいります。あーっと、離れしていないことがあだになったか。いや、舞い上がっちゃってたかもしれないですね。この男、職業サスケ、いや人生がサスケ、山田勝己、36歳の挑戦だ。さあ、そして近づいてまいりましたスパイダーウォーク。前回もここで手間取ってしまった。ここで思わぬ展開が生まれてしまった。今回は手のみに滑り止めをつけて斜めに上がっていきました。今回は獅子奮迅の動きか。山田ゆっくりと下っていく、バーを目指していく。ワンポイントワンポイントが勝負であります。バーをがっちりとグリップ、そしてバランスタンク。山田にとっては初の試みになります。雰囲気を見ている。さあ、後ろに後ろに後ろに、そして旅の世界。さあ、そして逆走コンベアだ。残りあと18秒となった。過激な一方通行だ。残りあと14秒。さあ、行けると確信したか。30キロ、持ち上げていくマッスルアーケード。モンスターの唇をさっとこじ開けていく山田。やりました。残り2秒ちょっとを残して山田嬉しそう。ファイナルは見えてきましたか？もう最初から見えてますよ。最初から見えてる、はい、最初から見えてるんですけど、はい、あんまり考えようにしようかなぐらいで。突起にだけ己の指を絡めていって、全身が握力次第となります。さあ、村田でいきなり転落、いきなり転落。この風情は屈辱の露天風呂といったところでありましょうか。必死に腰を浮かしています。例によって腹筋と背筋の墓場になってしまうのか、それともエゴの転落、それともエゴの転落。朝岡先生の街に転落。間もなく30センチの段差、上に上がらなくてはいけない。上に上がらなくてはいけない。未来は沼地だった。思いっきりジャンプしなくてはいけないぞ。距離があります。さあっとさあっとステージから転落すると、これは失格だ。
完全制覇する自信できるまでの筋力はついてると思います。本当に怪しく光るゴールの鉄塔は果たして実在しているのか、それとも闇夜の幻なのか。いずれにしてもゴールへの可能性を秘めているのはこの男のみ。山田勝美36歳第10回サスケ闘病を飾ります。第3ステージ延べ人数1000人目の挑戦者であります。サスケの自宅のあの中庭には新たにランプグラスバー、こういったものも新設されている。ランブリングダイス、規則正しい音、二の腕が奏でる、二の腕が打楽器だ、規則正しい音、体重を使っている、ウェイトを使って筋力を総動員、お見事。さあ最後は冷静にいきました。今季一番のランブリングダイス。パイプスライダーに行き着くまでに腕の力を残しておきたい、だからこそ前半はテンポよく行きたい、こう語っておりました山田の第3ステージ。さあボディープロップが幕を開けました。山田、鋼鉄の森の漂流者山田、慎重に行きます。第1の空白、今度は足元。さあ慎重に後半に入る。大きな空白が迫ってまいりました。しかしながら左の手のひら、おっと苦しい苦しい苦しい、あともう少しか。山田左の足、右の足、鋼鉄の森の漂流者山田、たどり着きました。そして重要視しているランプグラスパーであります。各選手が通ってきたその強者どもが夢の後、そしてすっきりと進むのばかり、ランプグラスパー。さあ山田が突き進んでいく、握力地獄、その獣道を突き進んでいく、なにわのターミネーター。さあここは奮起一番獅子奮起、山田が空気を切り裂いていく、足をつけた、いち早く足をつけた山田が、まずはランプグラスパーを制した。これは苦しかったか、きついと自分に語りかけているのか。無冠のミスターサスケ、黒いサポーターを今振りほどいていきました。靴を脱ぐ、手首に巻かれたサポーターを取る。このレベルになると、この領域になると、その難敵と対話しなくてはいけない。飛び出していった山田のクリック感が、30センチの段差、これを早く突き進んでいく。そして45センチ、今度は下り、ここは慎重に行ってもらいたい。さあ山田、あともう少し、あともう少し、たどり着いた。膝を曲げる山田、いよいよパイプスライダーへの旅路であります。第3ステージ、腕力サファリのメインディッシュ、パイプスライダーが幕を開けます。さあ飛び出していった前半の旅路、斜めにカシーナ、しかしながら間もなくグリーンのパイプに右の膝をかける。パイプにすがって一瞬の小休止。さああとは両腕が頼り、シンクのステージが待っている。山田勝美36歳、闘争本能、狩猟本能、これを全身に込めて、腕を鍵型にして順手下がて、あとはこの嫌な距離、同反動をつけていくか、前後に振っている同反動をつけるか、この嫌な距離を制してもらいたい山田。闇夜に山田一人ぼっち、どー、悔しさの波紋が広がっていく沼地、またしても山田が泣いているのか。亡者の住む沼に吸い込まれた。第10回サスケファイナルステージに誰も手が届かず、
闇夜に山田一人ぼっち、ドーン、闇夜に山田一人ぼっち、ドーン。山田さん、はい、お疲れ様でした。あ、ちょっと余裕あったんですけどね。山田さん、はい、まだ整理はついてないのは分かるんですけども、はい、今後どうしますか。これだけは言えることなんですけど、はい、俺には さすがしかないんですよ。なんで自分の気持ちの続く限りはずっと挑戦続けたいっていう気持ちは今でも持ってるし、多分これから先ずっと変わらないと思うんです。今後の検討を期待するしかありません。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。すいません、申し訳ないです。続々公開中。チャンネル登録よろしく。